飽きたー。もうずーっとやってるよ、領収書の整理。もう先週も同じこと言ってる、飽きたー。休憩しよう、ラジオポチ。DJ 君の君にポップ。どうもどうもドゥどうもドゥってなんだろう。こんばんは、こんばんは。なんだこれ、なんかサンプリング風になってるけど、ダッセーな相変わらず。今夜も君の耳を独り占め、いや毛布にくるんで離さない。DJ キミです。いや犯罪級に気持ち悪いぞこれ。 OK、 今日もね、みんな DJ キミのラジオが始まる前にちゃんと耳掃除したかい？DJ キミの声が君の鼓膜に届くように。今プッて言ったよ。なんだ、鼓膜破れたのかな今の。なんだろう。今日も頑張るよ。頑張らなくていいよ。なんか本当にますます気持ち悪さを増してるんだけど、この番組大丈夫ですかこれ。最近君ね、トロフィーが欲しいんだ。何言ってんのこいつ。なんだトロフィーって。だから近所の気象屋さんに行って自分用のトロフィーを買おうかなと発注してみようかなと思ってる。そしたらね、なんと俺ワッペンも作ってくれるんだ。そうなんだ。だからワッペンも発注しちゃった。DJ キミーって書いてあるワッペン。あ、ダッセ、全然いらないし。でもそこで刺繍もやってくれるって言うから、この前ポロシャツを持っていくことにしたんだ。そして胸に DJ キミーって刺繍入れてもらうよ。何言ってんだこいつ。もうトロフィーの話どっか行っちゃったしさ。トロフィーとワッペンと刺繍最高だよね。いやあ、トロフィーって自分で作って自分にあげても全く嬉しくないよね。多分どちらかから表彰されてもらうのが嬉しいはずなのにさ。趣味の欄にはトロフィー集めって書く。でも誰からももらってないんでしょ、全部自分で作ってるでしょ。さあなんだろうこの話。早速最初のコーナー行ってみよう。聞いてよ君。このコーナーは聞いてよ君で始まるメッセージをご紹介します。そして最後にメッセージを送ってくれた君に DJ 君が最高の POPS 送ります。まずはおはがき。はがきサウンド。いやだからこれいる？はがきサウンド。毎回やってるし。はがきを人差し指で弾いてるよ。いやわかるよ、大体紙の音だなっていうのは。ラジオネームおときさん。なんか毎週毎週エコーも深くなってるしさ。聞いてよ君。君はキャベツが好きそうなのでキャベツの切手を貼ってみたよ。ん？あ、本当だ。最高に可愛いキャベツだね。そして大きい字で書いてほしいって言ってたから大きい字で書いてみたよ。実はねすごいことが起こったの。あ、でも大きい字で書いたらもう書くスペースがなくなっちゃったから。またね。最高に最高に生かしたハガキだね。いやいや、生かしたじゃねえ、うん、何にもわかんないでしょうよ今のハガキ。何なの。続いて、ま、放送で読む価値があるの今の。ペンネームおににゃんの一個下。いつもありがとう。聞いてよ君、この前の DKFT、 あ、DJ キミファンクラブの集いめちゃんこ良かったです。そんなのあんの。屋根の上に玉ねぎの乗った会場が超満員で、なおかつチケットを買えなかったファンが5万人も会場の外にいてびっくりしました。嘘でしょ。ファンクラブの集い SK、 あ、最高でした。いやいや、 POPS にリスナーもなんか巻き込まれちゃってるしさ。 OK、 そうだったね、あの時は懐かしいね。いやいや、もうちょっと前だよね。ちょっと待って、いつぐらいなんだろうな。7、8年前だよ。そんな昔からやってんのこの番組。最近はやってないような気がするんだけどな、 DKFT。 だってあなたのファンクラブだったらあなた知らなきゃおかしいはずなのに。続いてアフリカやるイソフラバラララン。先週の土曜日にやっと今年の J リーグが開幕しましたね。埼玉のラジオ局でこのことを言うのは気が引けるのですが、自分は隣の県の赤石川のチームのファンです。君を応援している J リーグのチームとかありますか？
あったらぜひ教えてください。あれ J リーグって何ですか。まさかと思うけど、もう何年前だよ J リーグできたの。ジェットリーのこと J リーグって言わないよね。ジュンリーグ。なんだジュンって。何やるリーグなんだ。ジョンリーグ。だからジュンもジョンも変わんねえし、 J リーグ知らないラジオ DJ が今この2016年にいることはもうありえないんだけど。何言ってるかさっぱりわかんないな。やっぱしこの番組時空を超越してんのかな。続いてはラジオネーム川崎昌司。聞いてよキミ、先日キミがやってる深夜の AM 放送天才秀才キミ聞きました。万場博文さんとの軽妙な掛け合い、谷村新司さんとの人の歌リクエスト対決、夜中に笑いすぎて親に怒られてしまいました。今度アイアイゲームで山城慎吾さんとちょめちょめ対決するって本当ですか。楽しみにしています。では加藤ちゃんで。そうなんだよ。アイアイゲームにね。なんで生き生きと話せるんだろうな、この J リーグ全然知らないくせに。この夏前にはアイアイゲームに出たいなと思ってます。これ聞いてる小中学生高校生絶対わかんないよ。谷村新司さん、そういえばこの間鬼玉っていう別の番組の木曜日に谷村しおりさんがゲスト来てた時になんか電話で出てたね一瞬ね。あれはびっくりした、豪華だった。ラジオネームひららとガールおじさん修行中。聞いてよキミ、先週の特別企画キミーでポン盛り上がったね。まさか原平さんが出てくるとは思わなかったよ。テンパってもブレない鋼の心尊敬するね。キミーも今度はと100万で上がれるといいね。それではグンナイベイビー。出なかったんだけどな。キミーでポン、そんなの知らないよ。あれ、これは知らないんだ。だいたい麻雀やらないし。この人これガチだな。多分麻雀の話全然できないからちょっと投げたなこれ。どっちかというと DJ キミ花札。坊主めくりとかなのかな。続いてこれラジオネームクオカードでクオ。何言ってんだ。クオカードも知らねえんだ。聞いてよキミ、先週は特別番組 DJ キミの君に捧げる青春風ベスト365お疲れ様でした。なんかこの番組俺が知らない間に特別番組多すぎんな。声を枯らしながらのエンディング感動しました。さてキミはいつも DJ は声が命と言っているよね。私は年末から風邪を何度も引いてしまい、どうしたら風邪予防ができるか、方法を探しています。手洗い、うがいはもちろん、最近ポピュラーになってきた蜂蜜レモン、蜂のイラストが入ってるやつだよ、を飲んで予防しています。いいねー。キミはどんな予防をしてその美声を保っているのですか、ぜひ教えてください。これもね、実はね、なんかね、封書のようなハガキみたいので送ってきたんだ。なんで手書きにこだわるなこの人。そうね、やっぱりキミの DJ キミのこの前にぴったり合う、いつも欠かさないもの、これはH2O。 なんだ、水のことか。 H2O が常にないとこの喉をね、やっぱね、枯らしちゃうんだよね。そう、なんで急に水のことを H2O って言い出すんだろうな。喉を守るために H2O の思い出はとてもいっぱいある。ははー、つながった。もうバレちゃった。H2O の思い出っつってたな今な。おい、 H2O を飲むことによって喉をフォローしてきた思い出がいっぱい。DJ キミが君に送るポップス、今夜は H2O で思い出がいっぱいでした。強引だったな今日。さあ聞いてよキミでは DJ キミに聞いてほしい君のメッセージ募集しています。内容は何でも。うわ、もうもはや虫図が走るわ。メールとおはがきで募集していますよ。メールはパソコン、スマホ、ケアルトライ、なんだって、共にナックファイブのホームページにアクセス、なおやかタイムテーブルにある君にパッパッパッス選んでくださいね。おはがきの宛先は郵便番号 330-8579 ナックファイブ鬼玉聞いてよ君の係まで。これマジゲッマジ。さすがにこんだけ強調するとすげえハガキいっぱい来るようになってるっぽいな。さあこの後は君にポップスの名物コーナー、君にカウントダウン、ネオネオ、ね、ネオの前にその普通の君にカウントダウン聞いたことないんだけど。君が選んだ今週のヒッチャーと君が選んだポップスはハタハタハタシテ
five. Nat 5. The Nutty Radio Show. Onitama.